はい、どうも、きでございます。はい、えー、というわけなんでね、今回は、國學院大學のね、叡王に3回落ちてしまった話をしていこうと思います。な、ま、ん、あ、で今するのかというとですね、まあ、今年も受験生、今はもう夏休みに入ろうとしてるのか、切磋琢磨お勉強していると思うんですけれども、まあ、そろそろね、叡王を考え始める人は、あのー、まあ、本格的に準備をしていく頃ではないかと思います。まあ、早ければ、栄養は9月とか、それこそ、夏休み中、 に準備して9月に書類だとしたり面接だとしたり出すみたいな感じの人もいると思いますなのでまあこのタイミングでちょっと話していこうかなと思いますまあうち落ちたんで <laughs> 誰の参考にもならないんですけどまあちょっと落ちた話自分語りをちょっと聞いてくれると嬉しいですこんな受験生が見るわけねえだでまあ受けた学部なんですけれどもまあ国学院大学というのは大前提でまあ、そこしか受けてないですねまあなんでかっていうとそこはあの評定の条件がなかったんですねまあ普通 まあ指定校推薦とか、まあ公募推薦だとか、まあいろいろ推薦とか栄養とかいろいろやり方あると思うんですけども、大体はね、標定平均っていうものが課せられてきます。まあ成績の付け方は学校によって違ったりするかもしれないんですけど、1、2、3、4、5ってあると思うんですよ。それが、それの全教科の平均が3.8だったり、4.1だったり、まあそんくらいが必要とかね、まあ言まあその数字じゃなくても、 まあ一定の条件を設けている大学が多いところなんですけれども、この国学院大学はね条件なかった。条件なかったといってもですね、この文学部修学科の方は、英検2級、英検準2級か、セファールの A2 に準ずる実力がないと、公募性入試のね文学部修学科は、ちょっと出願ができないってことだったんですけど、それはうち命がけで取ったんで、あ,あんまり関係ないですね。で、何を受けた,ら受けた学部、EU 市で特別選考で文学部修学科を受けて、 公募性入試で文学部、史学科と、えー、観光まちづくり学部を受けさせていただきました。まあ、EU で特別選考っていうのは、なんだろう、血筋ですね。あの、国学院の関係者だったり、あとは、親が国学院の卒業者だったりすると、まあ、受ける権利があります。まあ、でもこれはね、どちらかというと、受けられない、もう別にこれは実力とか関係なく、受けられない人の方が多いと思うので、まあ、あんまり話さないでおきます。で、まあ、公募性入試、こちら、まあ、2学部受けたんですけれども、まあ、なんで、 あのよくあるのが、洗、ま、顔、あ、とかだと、洗、あ、顔、のー、単眼とかだと、1学部しか受けられないというところもあると思うんですけども、まあ、実際、引入で特別選考はあのー、1個しか受けられなくて、でこの放則選入試の方は、そういう欄が一切なくて、まあ、複数の学部受けられるんですけれども、まあ、複数の学部受けられるといっても、まあ、この2つの学部に関してはあの、二次試験の日程が同じなんですね。だから、まあ どっちか受けて、どっちも受かったとしても、一次試験が、どっちかしか二次試験は受けられないよということでもあります。まあ、うちはそれでもいいとね、感じていたので、受けさせていただきました。まあ、文学部、私学科に、まあ、文学部、史学科をメインとして受けたんですけれども、まあ、もし落ちちゃって、みたいな感じの時に観光、町づくり学部が拾ってくれたらいいなくらいの気持ちで受けておりました。 で、まあ、そして、まあ、何を書いたのかと。まあ、一次試験は書類選考なんですね。で書類選考、何を受けたのかというと、志望理由書と活動レポート、そして、まあ、引用して特別選考だと、本の要約がありましたね。あの、そまあ、どの本を読んでどの本、どういうふうに要約すれ,すればいいかっていうのは、まあ、あの、ホームページの方に確か書いてありました。さっき見たんですけどね、まあ、書いてありました。去年と本も変わらなかったですね。で、まあ、一部見せるんですけど、まあ、 正直落ちてるんで <laughs>、まあ、私学科に関しては落ちてるんで、まあ別に見せてもいいかなとうちは思うんですけど、大丈夫だよね。本名とか載ってないよね。大丈夫だと思いますね。で、まあ、石垣山一ラジオについて、まあうちは研究しました。小田原にあるお城ですね。まあ、ここでねあの、うちの研究テーマについて言ってもあんまり重要はないので、あれなんですけれども。で、活動レポートがこれかな。で、死亡理由書は結局大学で何をしたいのか、まあそれは人それぞれだと思うのでね、まあいろいろ書くことはあるのかなと思います。やっぱ AO を。 受けてるってことは、その大学に特別な思いがあるっていう人も結構いると思うので、まあ、望理由書はね、自分、まあ、もしあれとかだったら全然、あの、もし書くネタがないとかだったら、全然ね、まあ、何に書けばいいんですかね、志望理由書何に書いたっけ普通にうちはもう大学で実践的なことを学びたいみたいなことを書きましたね。まあ、学科も観光まちづくり学部も、そんな感じで、そんな感じのことを書いておりました。他の大学じゃできないみたいな、できないことみたいなことを、 書いてあげると、まあ、いいかなと思います。まあ、打ち落ちたんですけど。<laughs> 打ち落ちたんですけどという、この言葉で全ての、えー、信頼をぶち壊すという、ちょっと申し訳ないですけれども。で、まあ、一時試験の結果なんですけれども、えー、まず、引蔽指定の特別選考は不合格でした。で、まあ、不合格だったんですけど、まあ、不合格だったからなんだって感じなんですけども、正直ですね、隠蔽指定特別選考、打ちた、落ちたのね、うちだけなんですよ。<laughs> あの、受験結果の、 ああのページがあるんですよね国学院大学。他の大学も結構あると思うんですけども、5人この試験を受けて1次で落ちたのはまさかのうちだけという、ちょっとふざけんなと言いたいんですけど、うちの実力が単純になかったんですね。はい、本当に。そんなにもう泣けますね。うちしか落ちてませんでした。5人中4人合格で、1人不合格で、その不合格うちなんで、うちしか落ちてないんですけど、で、まあ、不合格でしたと。で、まあ、その後、 受けたた推薦もえ文学部私学部科不合格でしたオワコンですねでもオワコンだなみたいな。私学会きてのいなみたいなこと思って結局、でも観光ちづくり学部のあれ、観光町づくり学部の方はね、まあ、一時は受かりましたね。はい。まあ、このままあの合格してくれればよかったんですけども、まあタイトルにもあるとおり3回落ちてますので、まあ結局落ちるんですけど。で、まあその次ですね。はい。でも2時、まあ 文学部私学科に関して、まあ、2次の練習、まあちょっとはしたんですよね。あの、不合格の結果が来る前にちょっとだけ練習したんですけど、まあ古文やら漢文やらを読,む読んで要約するような感じでしたね。まあ別に受かってないし、本番受けてもないので、うちが言ってもどうしようもないんですけど、まぁ、あ、観光町づくり学部の方はね、まあちょっとうち、一応受けたんで、落ちたといえども受けたんで、まあちょっとは語れるんですけど、じゃあ語っていきたいと思います。で、まあ2次試験何な,んなんのかというと、 今年のやつね、見てないからわかんないんだけど、うちの代は、まあ、うちの代というか、去年ですね、まあ、面接のみでした。あの、試験、筆記試験か、筆記試験はなかったですね。で、まあ、プレゼンなんですね。あの、20分くらいの面接の中で、まあ、5分間くらいプレゼンをして、そこから、まあ質、質疑応答とかに残りの時間で答えていくみたいな感じですね。で、まあ、うちはまあ、先ほどの石垣山一夜城について5分くらいでスピーチしたんですけど、まあ、 まあ普通に面接は正直言いますけど、まあ、全然答えられなかったですね。結構練習したんですよ。練習したんですけど、あのね、これ、まあ、個人的に思ったのが、まあこれ、参考になるかわかんないんですよ。なんか、死亡理由とかを結構聞かれるのかなと思って、そこら辺を結構重点的にやってたんですね。 でも意外とねあのテーマについての質問が多かったように感じましたてかほぼ死亡理由くらいしか聞かれなかったなんかこの大学で何をしたいですかとか死亡理由は何ですかくらいのことは聞かれたんですけどあの死亡理由書に書いた実践的なこととは例えば何ですかとかそういうこと全然聞かれなかったんですねであのテーマの質問が大半でしたで、まあ、テーマの質問もねあ,のありきたりなやつは答えられるようにしてたんですけど、まあ、結構 結構難しい質問を聞かれてしまって、ほっまあ結構答えられなかったですね。まあ、落ちたんでそうなんですけど、答えられなかったっていう、見なされちゃったんですけどね。落ちたんで。まあ、結局、不合格してしまったと思います。もうカスですね。うん、はいもう栄養全滅ですね。うち AO でね、結局 AO メインで頑張っていこうとね思ったんで、うち7月に予備校予備校の塾長と戦争して負け負けて負けてはないか。あのー まあ予備校からちょっと脱獄したんで、あの、まあそこから AO を重点的にやろうとっていう感じだったんですけど、見事ね、AO 全部落ちるっていう、ちょっとえますよね、普通に。まあ苗たんですけど、実際その時。結局ね、まあうちちなみにあ浪人してなくて、あの結局、まあ大学名は多分そのうちいますけど、結局ある大学、あの、関東のある大学に通ってるんですけど、まあ結局ね、まあ、 3回国学院、あのー、落ちてしまったということですね、あのー、AO に、まあ、結局あのー、まあいけそうって思っちゃうのが良くないんですよね AO ってまあ結構、まあ、まあ指定校推薦とかと同じくくりじゃないですかまあ推薦というくくりではね、まあ、AO もこうなんだ総合型選抜とは言うけどまあ実質推薦の意思みたいに。 結構思われてる人も多いと思うのでまあうちはちょっと受験マスターではないのでね、まあ、むしろ落ちてるのでちょっと受験に関しては全然語れないんですけどまあ結構まあ一般入試よりは簡単というイメージを持ってる人は結構いると思いますこれは間違いないと思う、まあ、うちもそうだったでもね実際そんなことないですねまあ AO 結構大変ですめちゃめちゃ大変、まあ、めちゃめちゃ大変、まあ、一般入試もめちゃめちゃ大変といえばそう でもね、まあ、一般入試とね、まあ、ベクトルが違うけどね、大変さはかなりあると思います。まあ、いろんな能力をね、結局問うので、総合型選抜は。まあ、一般入試はね、まあ、筆記ができればみたいな大学受験だとそんな感じなんですけど、まあ、AO だとね、いろんな、なんだろう、まあ、面接がまずそれだよね。結局、瞬時に質疑応答に答えられるかみたいな力が問われるので、結構。 難しいのかなと思います。まあ、うちはそれで落ちちゃったんですけど。でまあ、結局、まあ、だから、栄養一筋は危ないですね。はい、うちは、まあ、ちょっとなんか、普通に運が良くて、普通に大学行けたんですけど、まあ、別にうちもあのい、あの、この大学行きたくなかったみたいな大学じゃないんで、うん、別にそんなに、個人的にはめちゃくちゃ希望してたところに行けたんで、大学も良かったんですけれども。まあ、結局、言えることは、まあ、結論。 まあ、AO なんて当てにしちゃダメってことですよね。まあ、マジで当てにしない方がいいと思います。あの、AO をどうせ受かるから一般の勉強しなくていいやは危険ですね。まあ、こんなやついねえだろうって思う一部の受験生いるかもしれないんですけど、まあ、うちはそうだったんで、<laughs> うちはそういう、あの、AO を受かるし一般の勉強しなくていいみたいな人だったんで、まあ、いないことはないと思うんですよね。 まあ、言うと思います。でも、まあ、絵法、普通に落ちます。落ちます。落ちるんで、いや、うちがカスなだけかもしんないけど、まあ、うちは落ちたんで、3回落ちたんで、まあ、ちょっとね、ちょっと肝に銘じて欲しいとね、思います。AO は普通に落ちます。まあ、指定校とかのことは知らないんですけど、どうなんだろう。指定校はね、うち受けてないから知らないけど、栄養は少なくとも落ちます。なので、まあ、 皆さん、栄、あ、養、のーまあ、がダメって言ってるわけじゃないんですけど栄養、まあ、も選択肢の一つですけど栄養、まあ、1本で絞るのは、まあ、あんまり良くないよねということを言いたいですねなので皆さん、あのー、これから、ね、夏休み入ると思って思いますが栄養、まあの準備のを、ね、する方もいると思うんですけれども、まあ、一般の勉強も怠らずそして自分の精神が、あのー、死なない程度に、まあ、勉強してもらえればいいかなと思います以上まあうちは ただの大学1年生なんでね、こんくらいしか言えないんですけど、まあ、1日何時間勉強しようとか言えないんですけど、まあ、ぜひ、皆さん頑張ってくださいね。それでは、また会いましょう。また、バイバイ。